好き飴。大飴。うん。Go。Hey、カン。カン。アンパンマン今日がやってる。ねえ。確かに絶妙なハーモニーでビスト。今日のデートは夢タウンのフードコートです。です。もうかなちゃんも食べちゃったね。かなちゃんは何だったっけ？ラブポーションサーティーワン。ね。でパパはミスドの担々麺のライスバーガー。アサヒちゃんは赤ちゃん用のお菓子です。焼き芋クッキー。これ冷たいから。体冷えたろ。今ね、サッカーのワールドカップが話題だから、ガムボールバンクで遊んでみましょう。これも買いました。あちゃんよね。でもあちゃんはガム食べれんけんね。早速ちょっと開けてみましょうか。やっと取れた。やっと取れたよ。これ紙。紙だね。ここにガムボールを入れるんだね。やばい、変な開け方しちゃった。あたりが興奮して、ねえ。これじゃ満タンになんないでしょ。だから予備のね、ガムありますかって言ったらお店の人が取り扱ってません。ほら見てよ、こんだけしかたまんないよ。まあいいや、しょうがないしょうがない。で、これをはい、はい、はい、どうぞ。くるくるくる、ポロロン。あ、紫だ。おー、いいね。お、水色だ。あー、こんな感じです。担々牛焼肉、やっぱ初めてなんだよね。チーズがとろけてる。いただきます。あ、いい匂いだ。でも全然あっさりで、チーズがいいよ。めちゃめちゃ美味しいんだけど。よいしょ。お、開いた。あ、これ突き出せば。そのガムを、こっちを満タンにすればいい。うん。はい、こんな感じかな。はい、回すよ。はい。出てきた。あー、水色。はい、出てきました。ここにガムを入れて、くるーってやって、ここに入れると。そうそうそう、絶対あきちゃん好きだよね。うん、満タンになった。ほら、満タンになったね。いただきます。後ろでカナちゃんが叱った。あちゃん、お、どんな味だったの？なんかすごい香水の匂いがする。本当だ。黄色はレモンの味がする。黄色食べたい？はい、黄色食べてみて。レモンね。赤なんだと思う？いちご。チェリー、チェリー。うわ、すんごい強烈だな。サッカーにちなんで買ってみたけど微妙だったね。まあでもアキラはね、すごく楽しむだろうね。ガムもいまいちだな。 こんな味なの、ロッキーのやつ、スーパーのやつは。今日はすごい雨です。あずいが美味しそうにクッキーを食べています。はい、今日のデートは夢タウンのフードコートで31のアイスとミスドのライスバーガー、それとガムボールバンクで遊びました。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた、バイバイ。おいしい？青、青だったよ、ママ。嬉しいね。お家でガムが食べれるよね、それだったら。